とうとうちゃっかり者のちゃこちゃんはポンちゃんの脇にスルッと入ってこのベッドを、まあ選挙というか共有ですねしています。ポンちゃんは仕方なくなんでしょうか、そのまま許しちゃってました。そこへですね、ジャン君は帰ってきたんですけど、今頭の上にグズグズグズという吹き出しが出ているような感じです。どうしますかジャン君。実はですね、この辺が空いてるんですよ。どうですか、もうこの人しょうがないですか。でこの直前の出来事なんですが、ちゃこちゃんはみんなが気づかないうちに自分のケージに入り、ウエットのご飯をペロリと平らげてました。でパパとママはあっと気づいて扉を閉めようとしたら走り出ました。残念でした。入ったら自然にゴムかなんかで閉まるように、あ、ジャン君開きましたよ。ここ開けてくれましたけど。どうですか、ジャンちゃん。ちゃこちゃんは本当にちゃっかりしてるね。これ今ポンちゃんに乗っかってますよ。どうする？だってすっかりポンちゃん。三人で仲良くする、ジャン君。それが一番いいのかもよ。そうなんだよね。ポンちゃんもね、そっと入ってきたもんだからついねペロペロしてあげちゃったんだよね。ポンちゃん、ね、ポンちゃんが許すっていうのは珍しいことだよね。はい、じゃああとはジャン君が決めてください。ポンちゃん、もうちゃこちゃんは受け入れちゃう。しょうがないか、こんだけ子供だとね。かもね、なかなかベッドに戻れませんけどね。今日も今何時だ、6時になります。朝8時に外出して夕方の6時に自分から戻りました。これはご飯を食べにではなくただ戻りましたね。とてもよくわかりました。ちゃこちゃんの場合はですね、自分の意思で決めると、すべて自分が、決めたことが
自分の生き方であると。素晴らしいです。ご飯だよと言われて戻る、こういうの嫌いなのね、ご飯は用意しといてちょうだいよと、好きな時に食べたくなったら帰ります、眠くなったら自分の寝たいところで寝ますよと。里親さんが決まる時にですね、この辺の性格を、ちょっと理解していないとですねいけないのかなと思いますので、これちょっと毎日、様子を見てこのスタイルじゃないとダメであれば、それでいいでしょうね。このケージに関しては、ここにいるからケージが必要とも言えるわけで、里親さんのところの環境によってはいらなくなるかもしれませんので、ちゃこちゃんいろんなことを勉強させてもらってます。はい、よいしょ。ちゃこちゃんがなかなかケージに戻ってくれないということで、夜今12時になりましたが、ご飯をあげたいんですけれども、ここから出して、青いママが寝られないといけませんので、夜はこのまましおんくんは被害者になりますが、このままご飯を差し上げます。すいませんが、出るのは明日の朝にお願いいたします。で、ちゃこちゃんは明日の朝出ると夕方まで出っ放しでしょ、分かってんですよ。どうしようかね。しおんくんは明日は朝とお昼は出ましょうか。で、夜は、やっぱりこんな感じですかね。ちょっと、シフトが変わります。あんずちゃんもよろしくお願いします。今すぐご飯の用意をしますのでお待ちください。はい、でも危ないな、なんか外出そうだな。そうだったね。空いてんのか。お腹空いてたね。ここにもなんかいるぞ。なんかすごい。うん。なでなではいいや。ね、そこだと置けない。あんずちゃん、そっちをベッドの方行きませんか、あんずさん。あんずちゃん、これどうする？ベッドの中入れとく？いいじゃない。はい、じゃあここに置いとくね。後でどかしゅね。はい、両方食べてね。